おっす、オラ神です。今日もバーサスアルニの解説をやっていこうと思います。じゃあ見ていきましょう。いつも通りのテトリス戦ですね。このツモは開幕 DT4 じゃないかな。DT4 ですね。DT4 を組みに行く。それに対して相手が、パフェ済みではなかったけど、パフェが取れるような開幕のテンプレのやつですね。ちょっとあれは、わりかしわかりづらいんだけど。ティーミノティーミノで、パフェが取れる。スイミティスタイム！しかし、こちらの穴がめちゃくちゃいいんで、これは非常に有利だと思うけども、相手もホリレンでしっかり、スミノエルミノアイミノまでの、攻めつけいなまで繋げて。いや、しかしこちらちょっと危ないか。いや、でもエルミノ、Z ミノ、T ミノまで掘れるから、まだなんとかなりそう。しっかりうまい感じにテトリスボリにしたいが、ちょっと2ライン消しで消してしまうと、これ危ないぞ。搭載されて。なんとかエルミの間に合ったが、エルミの、超えるか？うわぁ、超えなかった。ちょっと今の引っかかっちゃったかな。一応超えれば、まだワンチャンありましたね。ただ、不利には変わりなかったかな。さあ、まず1本取られていく。さあ、再び DT4 で相手が、今回は普通のパフェ済みで、パフェが取れましたが、ちょっとこちら、ティーミノの置きミスが痛い。なんとか堀のルートで、アイミの、ジェイミノまで掘ってって、相手がちょっと、まあ迷っていたので、なんとか、堀の体勢は作れて、掘れそうな形でありますね。エルミの、エスミの、ティーミの、ゼットミの、ジェイミノまで。さあ、このウェイトハイティまでの、6連は非常に強い。そこに相手が、まあ置きミスもしているので、それを見た上での、まあ、火力を保持してるって感じかな。しっかり、まあ、火力を作っても、問題ないということで。結構、その火力をどうしても作りに行っちゃうと、隙ってね、できちゃうんですけど。まあ、その隙があったとしても、全然、問題ないなといった判断での積み込みですね。まあ、しっかり、これはもう相手見ながらの判断をしているので、全然問題ないといったところで。で、その、しっかり、積み込んだ上での火力が、まとめ値が下がっていましたね。さあ、Tスピントリプル A、一応お邪魔がなければパフェあったけど、まあ、これはここまで繋げれば非常に強いですね。しっかりとした操作やるですから、できればテトリス掘りにしたいんで、しっかりテトリスにしてから、こっから掘りに行くんじゃないですかね。3ライン消しで掘りに行く体勢。一応 BTB つけといて、ちょっとうまく組めなかったんで、とりあえずテトリスで妥協。できれば T スピンダブルからテトリスの形にしたかったんだけど、そうすると、左側の地形がかなりぐちゃぐちゃになってしまうんで、妥協した感じですね。ザディアック。さあ、TSD テトリスまとめ力から、さらに総裁外しの体勢。テトリスを外して、T スピンダブルで。おお、間に合った。今の間に合うか。ギリギリ相手間に合いましたね。さあ、さらに、大一の総裁外しだが、相手がジェイミンの、どこまで振る？ジェイミンの、ジェイミンの、ゼットミンの、アイミンのまでか。おっと、刺さってしまっていく。これはどうだったんだろう。かなりこちら側が有利に見えたけど、まあ相手がもう必死に、まあ、速度素晴らしかったですね、今の。間に合わせる速度で、しっかり歩みの間に合わせて、地形に余裕持たせてからの、逆転勝利をされてしまいましたね。これは単純に相手が素晴らしく、うまかったが、今回はちょっとエルミノの置きミスしてかなり辛そう。それを見た上での、しっかりとした総裁外しから、テトリスを送って、これは普通に刺さっていきましたね。致命傷の置きミスを咎めていった。まあ単純な、単純で ありながらも、かなり重要な技術ですね。相手の置きミスをしっかり見て、しっかり総裁外しができた上で火力を送らないと、でも刺されないので。やはり、業種力は重要ですね。さあ、DT パフェの構えで、お互い DT パフェの構え。一応、お邪魔を送ったんで、DT パフェがなかったが、一応相手側ありましたね、パフェのルートは。さあ、一回受けてから、T ミノ、アイミノまでで、しっかり5連まで。で、こっから平積み体制で、一回1ライン受けてから、しっかり穴の位置を確認しといて、で、こっから T スピンダブル作りに行く体制ですね。さあ、総裁外しから、危ない、テトリス。しっかり打って T スピンダブル。直列うまいんで、この直列をうまく利用していきたいところですね。一回ダブル消しで、相手のテトリスを誘発して、総裁外して、テトリス、T スピンダブル。あ、どうしてもそのね、ラインを送ると、あ、攻撃来たっていう相手の先入観を、なんだ、鈍らせて、総裁外して、まあ、2ライン消しの牽制みたいな、そんな感じがあるんですよね。さあ、相手、アイミノの置き見つらい。そこにしっかり T スピンダブルから、テトリス、T スピンダブルの形があるんで、もう、まあ、これはオーバーキルですね。T スピンダブルの時点で刺さってたし、テトリスプラス T スピンダブルの追い打ちがあるんで、まあ、盤石な構えだったんじゃないですかね。まあ、例えばだけど、2ライン消し、
だとね、その、とりあえず火力が来ると、総裁しなきゃいけないっていう、相手の先入観が働くんで、それをまあ利用した感じですね。二段消しで牽制して、総裁当てさせて、しっかり外してから、ティスピンダブル、テトリス、ん?テトリス、ティスピンダブルだったかな?まあどちらもいいけど、その、まとめ打ちを送って、かなり有利を取ったって感じですね。こういうの割と重要なんで。ティスピンダブルとかテトリスを打ってしまうと、もちろん、あれ、相手も火力で総裁していきますからね。あえてちっちゃい攻撃で打たせてからの総裁外し。これもね、重要なんですよね。露骨に待ってしまうと、相手もその、総裁当てたいんで、結構調整されちゃうんですけど、まあ、短い攻撃を送るとこういう風に、こういうね、トリッキーな、立ち回りができますと。もう一つ見ていきましょう。さあ、この相撲は、開幕 TSD か DT4。DT4 にしましたね。DT4 で、相手が開幕 TSD だった。攻めつけーなぁ。ウェイト、ファイティング!ブレートワンマーさあ、これ、堀のルートで、あいみの、結構堀ですよ、これ。強い。S みの、L みの、J みの、T みの、あいみの、S みのまで、非常に強い。10連まで全部堀れましたね。しかし、相手もしっかり耐えてからの、さあ、堀連のルートというか、直列が非常に凄まじいので、これはまあ、有利とは言えないですね。五分ですね、完全に。さあ、テトリスから T スピンダブルで、完全五分。しかし、こちらも直列穴うまいですね。まあ、相手にもかなり直列がいってたんで、まあ、これは、収束したって感じじゃないですかね。さあ、しっかり穴がいいことを利用した総裁外しから、T スピンダブル、テトリス、T スピンダブル。まあ、ここは無難に総裁当ててますね。さあ、再びテトリスで、大身の出屋ですけれど、ちょっと SZ の置き場所が困るけども、まあ、ソフトドロップすれば大丈夫だろうといった判断で、しっかり置いて、さあ、ジェミノの置きミスしてしまう。それをドネイトで T スピンシングルにしてからテトリスを送る。さあ、再び相手にかなり直列がいってる。これは警戒しないとダメですね。しっかり、総裁間に合わせたいが、ちょっとテトリス総裁間に合わないのが痛い。さあ、その総裁間に合わないのを見られて、しっかり、まとめ打ちされて、刺さるかこれ。L ミノなんとか間に合った。さあ、T ミノ、J ミノと、アイミノ、アイミノまだ掘れる。さあ、ゴキブリ。非常にゴキブリ。総裁外されて火力送られるが、こちらも、ドネイトで、T スピンダブルからテトリスまとめ打ち体制。T スピンダブル間に合ったか?間に合っちゃったんで、まだ相手も耐える体制だが、まあ有利なのは変わりないですね。お互い結構穴場らいってるんで、割と火力をボン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 送った方が、有利になる展開ではあるけども、ホリレンのルートを見つけた方、見つけられるとまだ全然わからないですね。さあ、テトリスから、ジェイミノで3ライン消しして、T スピンダブルの先読み。さあ、2ラン消しして、ここまで来ると、かなり、試合が長引きそうになりますね。こちらもあまり火力が作れていないのに対し、相手も、まあ、言うほど地形は辛くないので。さあ、シンクロナイズドアタックからの、総裁外し、しっかり T スピンダブル送ってるけども、相手も T スピンダブルで総裁当てる。さあ、ここは、ちょっと溜めて溜めて溜めて、まとめ打ちで、2連発テトリスでしっかり刺していきましたね。まあ相手に火力がなかったんで、まあまとめ打ちすれば刺さるんじゃないかなと、見た上での、まとめ打ちですね。火力があった場合は、まあ平積みなんで、総裁外せる体勢が残っていたので、おそらく総裁外しをしていたって感じですかね。まあ相手によって、その立ち回りの仕方を変えるのも割と、テトリスにおいては重要ですね。さあ、アメミヤ方から、テトリス総裁当てる。さあ、1ハンバーグ。穴がうまい。非常に穴がいい。さあ、テトリス打ってて、この穴をしっかり活かしていきたいところ、さあ、全部直通できる。これは、非常に強いですね。ちょっと、積み込みでいこうか、ホリレンでいこうか迷ってたけど、ホリレンにしていく。アイミの、Z ミの、J ミのまでの7円、ここまでは普通に強い。さあ、テトリスで、相手がかなり穴場でいけるんで、これ有利ですね。テトリス打って、今度はハンバーガー。ハンバーガーの方でで、シングルナイズアタックから、できるだけ総裁外して、火力テトリス送るけど、相手が Z ミノの秘密が辛い。大見逃が超えなかったが、まあ、超えたとしても、1ライン消しなんで、ライン、総裁分の火力が間に合わずに、まあ、結果的には刺させてましたね。Z ミノの置きミスが致命傷なところに、まあ、順ちゃんに火力を送って刺していったと。さあ、T スピンダブルで、こちらが、DT4 で、総裁外されるけど、まあ、無難に、こういうところは総裁当てた方がいいですね。下手に総裁外すと、結構その、穴運ゲーになっちゃうところあるんで、穴がいい方が有利になるところがあるんで、そういうその、あんまり、その、運任せみたいな立ち回りは正直良くないんですよね。さあ、相手 T スピンダブルから、ホリレン体制で結構掘れそうだぞ。アイミノ、S ミノ、しかし T ミノだから、その後が掘れなさそうか。T ミノまで。
さあ、若干掘りにくそうなところにしっかり二ライン消しも総裁外してって、三ライン消し、三ライン消しも総裁外して、ちょっとティスピンダブル作ろうとしてるが、いまいちちょっと組み方が微妙でしたね。さあ、直列までたどり着かれてしまった。これはむしろ、不利まであるかなと思ったけど、こちらもしっかり掘りレンドルとありますね。アイミの、Z ミの、L ミの、J ミのまで、さあ、7連までは結構強いぞ。さあ、二ライン消しで、結構競り上がったけど、まあまだ掘れますね。アイミの、S ミの、J ミの、S ミの、T ミのまでは、繋げる判断。さあ、T スピンダブル作って、しっかり、穴腹が受けない立ち回りで総裁を当てながら、ここでまあちょっと相手を凝視しといて、うん、ホリレンのルートどうしようかなって今、カチャカチャってやってましたね。で、これをしっかり、このルート見て、L ミの、Z ミの、J ミのまで、7連まで掘ったけども、相手もしっかり火力作ってるんで、ちょっとだけ不利かな。T スピンダブル作って、テトリス。T ミノで屋根作るけど、まあ T ミノがもう一個あるんで問題ないんで、T スピンダブル作ったが、その後がちょっと3ライン消しになってしまったんで、火力不足かと思いきや、しっかりホリレンのルートを見ていた。これはいいですね。で、総裁外しから、なんとか掘っていきたいが、ちょっとルートはないかな。先に Z ミノが入ければ結構掘れたんだけど、ちょっと、ツモが噛み合わず、あまり掘れず。さあ、長引いてるぞ。非常に長引いてる。お互い11万点超えてますね。さあ、ダブル消しから、テトリスで、相手が Z ミノの置き水が結構辛そうだ。さあ、それをしっかり見ている。総裁をできれば外していきたいところだが、まあ、まだ外しても、逆に相手に時間を与えちゃうだけなんで、継続的に火力を送りつつ、しっかり有利取っていきたいところだが、まあ相手ももうリカバリー完了してますね。しっかりリカバリー完了してるんで、お互い続きそうなところに相手が大身の置きミス。まああれは大身の、そう、ソフトドロップすれば、あんな感じに地形は綺麗になるんで、さあ、かなり積み込まれた。これは、T スピンダブルテトリスから、まとめ力の、3列連っぽい形なんで、これ非常に強いぞ。T スピンダブルテトリスで総裁当てるが、どこまで繋がる？ J ミの、おー、ツモが噛み合ってる。J ミの、S ミの、Z ミのまでか。13連だったか。さあ、こちらも、しっかり火力で総裁当てたけど、相手がもう、こちらの火力全部受け切ってまで、最上部まで受け切ってからの、連だったんで、ちょっと厳しかったですね。総裁外して、しかも T スピンダブルテトリスからの掘り連なんで、単純な掘り連じゃなくて、火力2発分送ってからなんでね、その連というか、その攻撃も噛み合ってるんで、非常に強かった、あれは。さあ、T スピンダブルテトリスまとめ打ち。しっかりしてるところに対して相手が S ミノの置きミス。それを、しっかり T スピンシングルにリカバリーしてから、なんとか耐える体勢だが、穴自体はいいんで、まだ耐えれそうか？さあ、間に合うか？間に合わなかった。しっかり、間に合わせない火力でしたね。2ライン消しだったらまだ生きれたのかな？しかし、まあ、直列までたどり着かせない火力でしたね。相手直列引いてるんで、あそこまで引かれる、間に合わせられると逆に、結構、まあ、不利ではないけども、まあ、五分ぐらいになっちゃうんでね、一気に。直列来てるか来てないかで、しっかり直列間に合わせるか間に合わせないかも、かなり重要な技術となります。穴バラだったら、まあ、普通にそんなに急がなくていいんだけど、直通引かれてるとね、どうしても間に合わせたくないっていう思いで、速度を上げることも意識した方がいいですね。時には、速度を上げて、もう、追い打ちを仕掛けたり、まあ、別に無理しなくていいだろうっていう場面なら、まあ、安定重視リーグみたいなね。そういうなんか細かい、まあ立ち回りの変え方みたいな、そういうのも、やっていくことによって、その勝率が結構収束してくるもんなんでね、そういうのも重要となりますと。はい、でもこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。